ちょうどいい感じでオンタイムで動いています。あ、見えてますかね。見えてます。はい。じゃあ、すいません、最後ですけど、ちょっと一部、実はトモさんの話をちょっと被るんですけど、偽物チップを見てみた話と、また最後のちょっとチップを利用する話を少し入れてみたいと思います。簡単にちょっと自己紹介をしますと、普段は一応金沢大学で教員をしてるんですけども、まあ、専門半導体ではあるんですけども、まあ、そのどちらかというと半導体使う方が、まあ、もともと好きで、そういうような研究をしています。好きな半導体は強小半導体です。で、まあ、こんな感じでガジェット作ったりとかですね、売ったりとか、コースターとか売ったりとかしてます。はい。でそれで、まあ、で、まあ、ちょっと、なんか、今更って話なんですけど、半導体そもそも何ですかって話、もう少しだけしておきますと、こういう感じで、大体電源予報に入ってるんですけども、まあ、よく見るこの黒いパッケージが IC ってよく言うんですけど、まあ、これは、本当、半導体の側なんですよね。この中に、本当に入ってるシリコンの、まあ、大体、まあ、大きいと1センチ角ぐらい、まあ、大体数ミリ角ぐらいのやつが、まあ、いわゆる半導体チップです。で、まあ、これどうやって普通取り出すかっていうと、発煙硝酸って言って、このめちゃめちゃこう加熱した、煙が出るような硝酸の中に入れて溶かすんですけど、まあ、その普通のご家庭にはないわけなんですよ。まあ、なんですけども、まあ、こういう感じで、先ほど鈴木さんも話されてましたけども、このバーナーで炙ってあげると、パッケージがボロボロになりまして、それで崩すと、ちょんちょんちょんってやると、チップが出てくるっていうようになります。まあ、こんな風に書いた、こちらの本にもありますので、もしよろしければ、本もご覧ください。さあ、それで、そのまあ油話とは別にですね、ちょっと偽物の話に入っていくんですけども、まず最初一発目は、LED の話です。で、ネオピクセルっていう、まあ、どんとも呼ばれる、WS2812 っていう IC、LED があるんですけど、まあ、これ、まあ、こういう大体光るビルとかでよく使われてるやつで、信号線一本で、こう、たくさん、こう、ね、色を個別に変えられるっていうやつなんですね。しかもめちゃめちゃ安いという会社です。深圳のそのそばにあるワールドセミという会社の製品です。で、まあ、これに、まあ、この、何年前だっけ ?6 年あ、もう3年ぐらい前ですかね。4年ぐらい前ですかね。メーカーフェア深圳があったんですけど、急に日程変更になったことがあって、で、その日程変更になる前の飛行機を買っちゃった人は結構いたんですよね。それで、まあ、でも、まあ、せっかくだから、まあ、航空券買っちゃったし、行こうかな、みたいな感じで行った人は何人かいまして、まあ、その中で、シゲゾーンって店やってる、今、シゲダさんっていう方が、まあ、まあ、いろいろとこうアレンジをしてくれたんですけども、10月19日の日に、まあ、どっか行きたいけど、どっか行くとこないですかね、みたいな話があって、で、それで、先ほどお話ししたネオピクセルっていう、ワールドセミっていう会社行きたいけど、全然当てないんだけどな、来てないんだけどな、って言ったら、まあ、ぜひぜひ行きましょうって言ったら高橋さんがつないでくれまして、されていくことになりましたということがありました。まあ、こんな会社です。で、それでも、そこでもらってきて、実際にその、ワールドセミで本物をもらってきたやつはこの真ん中のチップなんですけど、まあ、ネオピクセルってこう、まあ、LED が光が出るので、まあ、別にパッケージをばらさなくても、この窓を通してチップは見えるんですよね。ちょっと若干不鮮明なんですけど、見れます。で見ると、真ん中のこのチップですね。これは本物のはず。で、ただ、秋月遺伝子とかですね、秋葉原戦国伝承っていうところで、まあ、同じ型番の WS2812 で売ってるんですけども、これ見るとチップが違うんですよ。もう入ってるチップが。まあ、偶然秋月と戦国は同じチップなんですけど、で、まあ、多分これは多分リビジョンがどうも途中で変わってる。先ほど話があったと、たまにこう、改良版っていうのが出るので、型番同じで改良版が出ることがあるので、まあ、別に偽物っていうわけじゃなくて、まあ、リビジョンがちょっと古いやつが、まだ秋月とか売ってるんじゃないのかな、っていうふうに、まあ、そういうふうにも推測されます。で、ところがですね、ちなみに、シゲゾーンで、シゲダさんのシゲゾーンで、この前、通販をしたら、おまけで、ワールドセミ版2812っていうシゲダさんの字が書いてある、やつが送られてきまして、で、これを見てみたら、先ほどの、この真ん中のこれと同じでした。だから、やっぱ本物は真ん中だろうなってことになります。ところがですね、偽物があるらしいっていう話をちょっとツイッターで教えていただきまして、アキラさんっていう NT 京都をやってる方、お世話してる方なんですけど、この方がですね、こう、3年、4年ぐらい前ですかね、大垣のミニメーカーフェアで LED すごいたくさん使った展示されてたんですけど、それに合わせて、この、まあ、こういうネオピクセルをいっぱい買って、使ってんだけど、たまにこう変な光り方をするやつがあるっていう話をされてました。その話をこう、まあ、こう、アキラさんが、こんなんあったよって言って、ちょっと、僕がその偽物の、秋月と本物が違うって話をしてたら、こう、送ってくださいまして、それで実際に、これが見ていました。で、
全部違うんですよ。で、あの自称 WS2812 ってやつが何種類があるわけなんですが、少なくともこの送ってもらったやつ全部違うチップで、もう全部違うものだったなっていう。もうあの詳細は全然これ以上詳しく見てませんけど、まあ、パッと見で分かるぐらいレベルの違うものがあります。だから自称ってのはかなり多いんだなっていうことはよく分かります。まあ、だから、偽物っていうよりも多分セカンドソースみたいな、まあ、あの互換自称互換品ってことだと思うんですけど、多少その互換の度合いが違ってこうたくさん並べると多分変なやつが出てくる、まあ、それぐらい多少ばらつきがあるあの、まあ、あの互換品っていうのがあるんだなってことは分かります。ちなみにあのこの LED テープ、こんな感じでマスキングテープにして売ってますので、もしよければ買ってください。はい。それから、まあ、先ほどトモさんのところですごいもう話がいっぱい出まくったんで、もう僕の方からお話するのちょっとおこがましいんですが、少しだけ僕もちょっとあの解析した話をさせていただきます。そうですね。まあ、よくArduino とか使ってる人だと、まあ、通称 FTDI っていう、まあ、ものがほとんどもあのそのチップの名前に代わりに使われてますけど、FT232 って IC があって、まあ、よく使われているあの USB がシリアルの変換の IC があるんですね。でまあ、会社名がもうそのチップの名前、あるいはさらに言ったら USB シリアルの変換機、変換のモジュールの名前として使われるぐらい FTDI ってよく使われるぐらいの IC があります。まあ、それのより安価なこのプロリフィックの IC があると。それで、まあ、まあ、先ほどトモさんからもお話がありましたけれども、偽物が出回ってるよってことは、メーカーの方から注意喚起が出てまして、で、まあ、ちゃんと本物、正規品を買ってね、ちゃんとチェックツールも、その偽物弾くツールもあるよっていうことを、まあ、メーカーの方が喚起してるっていう、そういう情報が、まあ、今でもこれも、ウェブに載ってます。でただで、ある日、知人からですね、このチェックツールでこう弾かれるやつがあるんだけどって言って、もらったんですよ。でこう写真撮ってみたら、右側です、もう見るからに分かりやすい、もう来るぐらい怪しいわけなんですね、すごい安っぽいマーキングで。で、実際、チェックツールで、先ほどの公式のチェックツールで見ても、確かにちゃんと偽物っていうふうになります。まあ、要は当たりを引いたわけなんです。外れっていうよりも、この偽物探しとしては当たりを引いてみたと。で、これ、チップを比べてみますと、チップレベルを比べてみますと、明らかに違うチップです。左側のやつが、ここまで来るとも本物って何だろう、本物が何だかって話なんですけど、一応本物と思われる、これ確か愛天堂で買ったやつなんで、まあ、それもそれで怪しい気がするんですが、一応、情報純正品。で、右側がその先ほどのやつです。明らかにチップが違うと。でマーキング、チップをもうちょっと拡大してみますと、この右下のところに年号が入ってまして、2007年製の IC だということが、まあ、分かりました。まあ、だいぶ違うもんだなと。で、その、アリエクスプレスで、この PL2303 っていう、まあ、その先ほど、偽物があったボードが載ってる、そのチップが載ってるボードっていうのがまたそれで売ってて、こうまた無数に売ってるんですよ。まあ、よくある USB に挿すと、まあ、シリアルのデータが出てくるっていう、まあ、こういう写真のみたいなボードなんですけど、これが1個50円ぐらいで売ってるのは無数にあります。で1個50円って、まあ、おかしいぐらい安いわけなんですけど、このさらに怪しいのが、このマーキングが消されてるんですよね。この写真見ていただくと分かるんですけど、もう本当にマーキングが消されて、ノーペラボーなIC パッケージとして、ボードに載っています。で、これは何なんだろうというふうに、まあ、見てみたわけなんですね。で、まあ、これも実は何個か買ったんですけど、まあ、たまたま1つ見たやつ見ると、45円、1個45円だったんですけど、この左側のこのチップ。でこの右側がこれ一応純正の本物のやつ。まあ、ちょっとアイデントで買ってるんで、これも本物買っちゃう気もするんですが、一応本物と思われるやつ。で、やっぱ、まあ、キャラにチップが違うわけなんですね。で、ここまで来ると、まあ、そのタッパたくさんあって、実際、トモさんから送っていただいたんですけど、トモさん引かれた偽物を送っていただきまして、これもすみません、全部見てるとキリがないんでと思って、まだ、このまま、ちゃんと投函してあるんですけど、もう見るからに、こう、全然、こう、マーキングの色も、パターンとかも違うやつがたくさんあって、もうなんか沼だなというふうなことがよくわかります。であと、これ、トモさんに教えてもらったんですけど、実は PL2303、先ほどお話しした FT232 ピンゴ感っていうオチがありまして、もともと FT232 っていう IC があって、まあ、有名な IC があるんだけども、ちょっと高いと。でそれの置き換えを狙って、つまり基盤は同じなんだけど、チップだけの、ハンダ付けするときに違う、こちらのチップ使えば、動作をするよっていう、まあ、そういうような、置き換えを狙った、で値段が安いってやつ。まあ、そういうところから、実は、広まっていったのが PL2303 なんだよっていう話をもらって、まあ、確かに比べてみると、確かにピンゴ感なんですよね。で、さらにその FT232 の置き換えを狙った PL2303 が、さらに、
まあ、偽物がこう後からどんどん出てくるっていう、まあ、そういう生態系があるなってことが分かるわけです。で、まあ、そこまで来るとですね、実はこれ、大木さんっていう方に言われたんですけど、実は全部これ、USB シリアル変換で、でもマイコンなんじゃ説っていうのがありまして、このさっき、この PL2303 何種類がこうチップがあって全部違うよって話をしてたんですけど、これも実はマイコンなんじゃのって話があるんですね。で実はこれ秋月で確かこれ 今は確か下のやつ売ってないんですけど、地域売ってたこの2つの IC がありまして、こうピン配置を見ると全く同じなんですよ。ほぼ同じなんですよ。でなんか怪しいなと思って見てみたら、こうチップトレース見たら確かに同じ、全く同じシリコン台だと。だから中のマイコンなんだけど、マイコンのプログラムにその USB シリアルの変換の機能が書き込んである状態で売られているのがこの上の IC で、そのマイコンが下の状態 IC だということが分かります。なので実はほぼマイコンなんじゃ、説というのは、まあ、出てくるわけなんですね。で、その続きで、最近、ちょっとこれ、前々回の、分解の数のでも少しお話ししたんですけど、CH340 というシリーズがありまして、これ、秋月の最近売り始めた、めちゃめちゃ激安な USB シリアルの変換の IC シリーズです。50円とかで売ってるんですね。で、これをまあ比べてみたっていう話を前々回ぐらいの時したんですけど、まあ、実はこの中の CH340、まあ、いろいろバリエーションがあるんですが、この中の G と E と K が全部同じシリコンチップだったよっていうまあのが実はあります。で、それの、ボーディングダイアグラムを再現するっていうのを、まあ、ちょっと、ヤスリで削りながら、写真撮って、後で合成するんですけど、まあ、こうすると、このシリコンチップのパートと、IC パッケージのどこが繋がってるかっていうのが、まあ、大体わかるんですが、それを見ると、こういうようなパッケージ、まあ、こういうような配線になります。詳細はこちらにあります。で、それで並べて比べると、まあ、結構特徴的なピンというのがありまして、電源ピンとか USB の端子に直接つながる、まあ、結構周波数が高い信号が通るピンとかは、まあ、大体共通だろうという予想を立てたら、まあ、実際その通りでした。あと、送受信ピンもそうですねっていうのが分かって、それ以外の、まあ、いろんな制御信号があるんですけど、まあ、この辺は全部、まあ、所詮なんかマイコンだろうというふうに推測されますので、まあ、そのところもいろいろ書き換えられて、まあ、自由に配置されているんじゃないかなというふうに思われます。で、この中身はマイコン説、先ほどのこの USB シリアルは全部マイコンなんじゃ説っていうのを、まあ、仮説を当てはめてみると、こいつも全部マイコンじゃないかっていう説が出る、という可能性が出てきます。で、それをですね、こう、CH っていうシリーズを作ってる、WCH という会社があるんですが、その会社のページに行きますと、こういう IC があるんですよ。CH533。で、これマイコンなんですね。8ビットのマイコン。で、これがですね、めちゃめちゃ怪しいんですよ。何が怪しいかっていうと、まず、先ほどのこの、USB シリアルとして売られて340、こいつのこのパッドっていうこの配線をつなぐ場所の数が全部で28個あります。で、この CH533 っていうマイコンは、これ28ピンの パッケージがあるんですよ。だから、でしかもローエンド、今機能がそんなにたくさんない、こう、まあ、安いUSB、機能付きマイコン。で、かつ電源ピン、USB 端子が別々でっていうみたいなことがあって、そのシリアル通信用の UART のモジュールもあると考えると、もう、なんか中身これじゃないかって気がしてくるわけなんですね。で、まあ、それでぜひこれを入手して、こう、シリコン、チップを見てみたらこれと同じじゃないかっていうふうな、衝動に駆られまして、これの入手をすごいいっぱい試みました。ところがですね、これ売ってないんですね。これ売ってなくて、まずメーカーサイトにデータシートがない。3ページの抜粋版しかなくて、ピン番号は書いてない。で、アリエクスプレスでも売ってない。で、タオバオで2件、まあ、あったんですけど、そこでポチっても、こう、在庫がないからキャンセルしてくれって言われてしまった。で、だいぶ前、だいぶかなり昔に、アリババで IC 買ったことがありまして、たまに、なんかご用の IC ないですかってメール来るんですけど、その時に、このゴーサンさんないですかって聞いたら、やっぱないって言われまして、で、もしやと思って、eBay って、オークションサイトの eBay に実はヴィンテージ IC ってカテゴリーがあるんですけど、そこにあるんじゃないかなと思ったら、まあ、そこにもなかったと。本当に533って世の中ないんですよね。で、まあ、それで、イチローさんっていう、同時ハード会やってる方が、まあ、ちょっとツイッターで絡まれました、やり取りしまして、もう、もともと、CH533、マイコンじゃないかっていう話を言い出したのが、今回に関しては、イチローさんで、イチローさんから、じゃあ、その CH シリーズのマイコンでっていうのを、順番に言ってみたんですけど、まあ、その、ゴーサンさんはどうもないよって話をしてたら、とうとう一郎さん、直接、WCH にこう、メールで突撃してくれまして、
でもやっぱな、あの変でもまあ、あのやっぱ本機、あのメーカーにも在庫ないということでした。なので、まあ、その CH533 はあのもう在庫を全部、あのこうジップをあの533として売らずに CH340 として売っちゃった説っていうのが、まあ、最後残ったわけなんですけど、まだそれを検証する術が今ではないという状態で、今ちょっともやもやした状態になっています。で、それで、その先ほどのちょっと話が戻るんですけど、この先ほどこの CH340 シリーズ、まあ、多分中身は533のマイコンなんですけど、このボンディング の配線図を見ると、ちょっと、ちょっとあの変わったやつがあって、左側の2つです。チップが斜めになってるんですね。でチップが斜めにして、結構無理くり配線、あのワイヤーを飛ばしてるように今見えると。これ何なのかなっていうのを少し考えてみました。まあ、最初に考えたのは、この、他の USB シリアルマイコン、先ほど の FT232 のピン互換で PL2303 が出てきたっていうのと同じ理屈で、他のすでにある結構メジャーな USB シリアル変換の IC と、まあ、互換にするために、見合わせるために無理くり、ちょっとチップを斜めにしてボンディングしてるんじゃないのかなという考えました。それで、一つ目をつけたのが、PL2303 の SA という、これは 8P のパッケージのやつなんですけど、まあ、こいつと、がまず、怪しいのかなと思って、この CH340 の中には CH340N っていう 8P のやつがあるんですね。で、これ比べてみたら、残念ながら違いました。全く違いました。左側のこいつが、340っていうのが、あの、さっきの CH340 シリーズで、で下のやつが PL2303SA。で、違うので、まあ、だから別にこの PL2303SA の置き換えを狙って、あの出したのが CH340N ではないってことが、まあ、分かるわけなんですけど、ちょっと残念だなと思っていて調べてみたら、実はこの PL2303SA のやっぱ互換品ってやっぱありまして、このホルテックっていうも同じく中国の会社なんですが、電源 IC でよく聞くな会社なんですけど、の中にこの1個8ピンのやつがありまして、もろにピン互換なんですね。だからやっぱこう差し替えができるようにっていうのが、やっぱりこういうのがあるんだなっていうことが分かります。まあ、それで世界の半導体不足は、まあ、このところにも CS533、さ先ほどのこれ、なかなか売ってないって話に戻るわけなんですけど、まあ、言ってると、その、まあ、一郎さんの見立てとしては、こう、あの、まあ、むしろ中国のローカルな IC が全然売ってない、IC が全然入手できないことが多い気がする。まあ、もちろん有名どころの、あのアメリカとか、あのヨーロッパとかのマイコンとかも、なかなか入手できないもの多いんだけど、結構中国ローカルな IC っていうのは結構ないような気がする。っていうことを一郎さんが言われてて、実はあの偽物の出所とか中国のローカルチップの不足と関係してると想像してます。つまり安いローカルチップを作るよりも海外の偽物を作った方が儲かるからっていうようなことを言われていて、なんか、まあ、それはちょっと検証する方法は僕らも持ってはいないんだけど、まあ、なかなかあの鋭いと言いますか、あのなかなかうんちくのある、まあ、あの推測だなと思いましたという話。さて、それで最後、これは新ネタでして、あのつい3日ほど前の話なんですけど、まあ、とある偽チップを入手しまして、あの NXP という会社の LPC51968 っていう、まあ、マイコンなんですけど、まあ、これがどうも偽物らしいっていう話を、でもものを入手しまして、でこのマーキングをまず見るとちょっと安っぽいような気がすると。で、あの手元に、この全く同じ IC はちょっと手元に今なかったんですけど、まあ、同じ NXP のメーカーの IC、まあ、これは本物がありまして、それのパッケージの刻印を比べていました。右側のやつがその LPC824 っていう、まあ、これ本物の IC、マイコンのパッケージです。で、フォントがちょっと違うかな。この NXP っていう字とかもちょっと字の太さとかが違って、偽物本物、あの、じゃあ、左側のやつは偽物っぽい、なんか安っぽいなという気がします。で、またいつもの通り、ボトルレスと言いますと、まあ、明らかにこれマイコンじゃないんですね。左側はこのでかいやつが先ほどこう明らかに偽物臭いと言った左側のチップなんですけど、まあ、こんな感じのチップになっていると。で、あのこれ顕微鏡でこう拡大しながらこう見ていくと、なんとなくどれぐらいの製造プロセスかと分かるんですけど、大体 1.5 ミクロンぐらいの線幅しかありません。ぐらいがあります。だから、あのかなり古い、まあ、とても全然今時のマイコンが作ってるのとは全くもう2桁ぐらい違うプロセスの、まあ、あのまあ、そういう世代の半導体です。ちなみにその先ほどの LPC824 も一応同じようにチップ取りしてみましたと、この右側のやつ。これマイコンのスペックとしてはかなり近いので、この2つは両者近いので、本物だったら同じようなシリコンチップが出てくるはずなんですけど、まあ、マイコンに特有なこのメモリみたいなこう規則的な構造とかがよくあるんですが、マイコンだと。それ全く左側のやつはない。右側のやつはもちろんあります。
で、これ拡大するとですね、先ほどのこの偽物のこの怪しいチップ、こう拡大を追っかけると、なんとなく線が見えるんですよね。目視で配線が追えそうなぐらい線が太いですね。1.5 ミクロンなんで。顕微鏡で見る、これ普通のこう普通っていうか、ちょっといい光学顕微鏡だと、配線が見えるぐらいなんですね。だから どこがどうつながってるかと目で追えるぐらいのものです。で、それを追っかけると、大体その、なんとなく構造が見えてきまして、この左側の先のチップ写真に、まあ、どこがどうつながってるかっていうのを追う中で、まず明らかに測るのが電源なんですね。この左端に電源って書いてあるところの2箇所が、まあ、このパターンの特徴からして、中に電源をつなぐための端子です。で、あと、ちょっとこの黄色で囲ったところがですね、この結構特徴的な構造で、この同じ構造が32個並んで、同じ構造がいっぱい並んでるっていうその形してるんですよ。この、上と右と下にちょっと、この黄色い部分。これが32個ある。で、その32個のその同じ構造の並びとどうつながってるかを先ほどの2パーの配線を見ながら追っかけていくと、この、パッドですね。上の、何個だ12個と、右の12個と、右、下の右側から8個ぐらい。この辺が、この先ほどのやつにつながっているということが分かります。だから、この黄色で同じ構造が32個並んでるやつは、この上と右と、右下に、まあ、どの配線がありそうだと。それから、ちょっともう一個特徴的なのが、この水色のところでして、左下の4箇所のピンの端子から、この水色の真ん中の4入力の回路っていうところに、今つながっています。で、ここまで、こう、なんとなく構造が見えてくると、こう、実はこれなんじゃないかっていうのを、ちょっと、まあ、一個だけ探したのがあったんですけど、まあ、実はこれ多分違うんですけど、まあ、多分こういうやつだろうっていうやつで、これは液晶のドライバーの IC ですね。新日本線って日本のメーカーのこれ IC、NJU6532 ってあるんですが、このデータシートに載ってるピン配置見ると、まあ、この、ピン数が同じ、ピックピン数とパッドの数が同じなんで、斜めとかせずに普通にこう、放射状にボンディングしてると仮定すると、上側と右側と右下のところにこう、まあ、並びのピンが32個あって、で、左下に4個、また4個のセットがあるはずっていう特徴も一致しています。で、ただ電源の場所が微妙に違うんですよね。電源の場所が微妙に違うので、まあ、この IC ではない、なさそうではあるんですけども、まあ、多分こういう感じの液晶ドライバーの IC じゃないかなっていうような予想が立てられます。ただ、肝心の、まあ、もちろんですけども、この刻印してあるこの LPC51U68 ってマイコンでは絶対ないことがもう確定できています。というとこですかね。ちなみにちょっと、最後おまけなんですけど、先ほど冒頭で高須さんがアンドリー・バニファンの本の紹介の中で、マイクロ SD、の偽物って話があったんで、僕はシンセンファーチャベ行った時にちょっとガチャを引いたことがありまして、これ3回3点回ってわざわざマイクロ SD の怪しいやつを買ってきました。で、オチを言うと3勝じゃあ、1勝2敗でして、2敗は何かっていうとちゃんと動いちゃったんですよ3個中2個はその容量、その書いてある通りの容量がチェックできてしまって動作しちゃって、あれって片付かしよかった、最後の1個だけがちゃんとこう間違って32ギガって書いてあるのに128メガしか使えない、やけに色がどぎつい、これどこだったっけ、サンディスクだったかなのやつでしたということでしたという話でした。まあ、こんなのもあったんですね。はい、以上です。ありがとうございます。これあれですね、最後の SD ガチャ、その、はい、サムスンのやつとキングストンのやつは開けてみると、はい、開けるというか、その、切符開封をすると、どう考えても、このフラッシュコントローラー違わないかみたいなのが出てくることは結構ありそうな。そうですね、うん。これはちょっとまだ炙ってないですよね。やっぱりその、サムスンの高そうなメモリーですよ、かっこサムスンの高そうなメモリーとは言ってないみたいなのは、すごいよくありそうな。そうですね。まあ、多分これは多分その先ほどのあれみたいにちゃんとこうID とか見ると多分違うメーカーに入ってると思うんですけど、うん、まあ、32ギガとしては使いましたという話ですね。ちょっとスピードまでは見てないんですけど。そうですね。なんか再利用する部分では、便器かけると一番なんか楽です。ってか、もっと言うと、便器で差が出なければまあいいですよね、偽物でも。そうですね。そういう、まあ、ホビー、まあ、個人利用ぐらいだったら、まあ、そう思っちゃいますよね。はい、まあ、これはちょっと最後おまけでした。下のキングストーンもなんか壊れた32とかを再利用してる16にしてるんじゃないか、記憶。ああ、なるほど。うん。話1個戻すと、液晶ドライバーだったと、NXP のこの切符って、
ティピック、でもマイコンだから別にティピカルな使い方なんかないですよね。そうですね。うん。たまたま同じ理由でディスクリートに当たると、あ、同じ理由で使おうと思った時にディスクリートだったら偽物がバレないかも、そういう話かな。でもそんな偶然ないですよね。どう考えても。そうですね。はい、たまたま安く売ってた QSP48P の IC をリマークして偽物して売ったっていう考えるのがまあ順当だと思う。順当ですよね。順当ですよね。だそのたまたまその入手したやつが QSP48P がどっから買ったかは知りませんけど。はい。はい、あと、この間、福本さん、深圳に今住んでる研究者と会って面白い指摘を聞いたんですが、ここまでやってるんだったら、中にチップがない偽物あってもおかしくないかっていう。ああ、バニファンの、ハーデンハカにはその話ありますよね。ありました？空っぽはないんですけど、明らかに違うチップが、うん、サイズが違うチップが入ってるってやつの話があります。それはあったんだけど、要は。あ、空っぽですか。そう。ああ。なんでガラスエポキキとパッドだけっていうのがないんだろう。モックアップ。おそらくなんですけど、そこまでやるほど、ね、ほうが手間かかるんじゃないですかね。なるほどね。確かに。リマークの方がそれより楽だと思う。つまりこれだったら汎用品だから、うん、まあ、とりあえず、まあ、その安い、単機能だったら安く売ってるわけですよ。しかも古いやつだったら叩き売られてて。うん、でそれの方が多分安いっていうことですよね。どうせ動かないんやったらっていうことなんじゃないですかね。そうか。このガラスエポキシ作る機械はまあまあ高いですよね。ガラスエポキシ。あ、その、切符の。ページ。秋田先生がその炙って外してる部分を何とかする機械。ああ、シリコンチップですか？そうそうそう。シリコンチップは、うん、まあ、ピンキリですけど、まあ、それなりにお金かかるので、それをそこまでして偽物を作るかっていう話じゃないですかね。そうですよね。そこが偽物って見たことないですもんね。そこが偽物なのは、そうですね、明らかに偽物というよりは、うん、まあ、互換品として、ね、売ってる例はよくありますけど。そうだから小さちょっと削ってリマークとかは見る、うん、それから、うん、足にくっついてるハンダボールとかの再生は見る、うん、まあ、それは、うん、でもガラスエポキシの塊そのものは多分そんなに簡単に作れないんですよね、多分ね、簡単というか安くサクサクっと、うん、ピールの部分ですね、うん、ただそう言いながらその先ほどの PL2303 みたいにいろいろあるので、確かに確かに、まあ、あれが多分マイコンだって仮定をすると、まあ、マイコンはある意味汎用品なので、まあ、まあ、マイコンをこの違うマイコンを同じように動くようにファームウェア書いて、で売ってるっていうパターンはあるのかなという気がしますけどね。はい、そうですね。ただシリコンチップ自体は結構高くなるんですけど、そこから先はそんなにお金かかんないので、そのチップだけ入手できれば、あとはボンディングとパッケージ作るのはまあそんなにお金かかんないんですよ。激しく同意。だあれですよね、だからスカスカっていうことがないのはまさにそれが理由ですよね、じゃないかなと思いますけど、ね、ゼロから新しいスカスカを作る方が高い、うん、はい、と思います。はい、はい、いや、わかりました、すごいわかりました。今のちょっとそうイベントあったら質問しようと思ってたことじゃないかなと思いますけどね。いや、素晴らしい、ありがとうございます。まあ、だこれもですから、この高々1個、ね、その10円か100円、100円もしないような IC のためにわざわざこう偽物のシリコン、うん、互換品のシリコンを作るほどその儲かるものだと思えないので、思えないんだけども、でもこういうのあるんだから、まあ、本当に新しいシリコンを作る人がいるのか、それか、いわゆる国産って言われるやつですよね、中国の国産って言われるやつ。なのか、まあ、違うマイコンをシリコンだけ一体だけ買ってきてファームウェア書いてるのかっていうところですかね。そうですね、本当に100円ぐらいのもので偽物出てくるのすごいですよね。なんかね、だからこの辺がだからど、うん、そのなんだろう、まあ、そ興味はあります。まだその考察しきれてないんだけど、それが儲かるっていうか出回るってことは、それ儲かるための、まあ、儲かるような構図があるってことだから、それどういう風なメカニズム儲かるのかなっていうのはすごい興味はありますよね。まあ、ゴミが金になるからかな、なんか要はそう、他のニーズが思いつかないというか、ゼロから作ってたら無理だと思うんですよ。うんうん、絶対割に合わないですね。たまたま手に入ったゴミがお金になるから最高みたいな。うん、だってなんていうの、偽物のお金、偽札でさえ100円から下は偽造しないですからね。
まあ、まあ、あれ作る方が金かかるから。でもこの PL2303 に限って言うと、はい、あのちゃんとチェックするで引っかかるぐらいだから純正、あの普通のメーカーが出してるあの純正品のやつをリバークとか絶対は絶対ないわけなんですよね。そうですね。だからこれは明らかにその互換品を作ってるようなエコシステムがあるってことなので、これがどういうようなあれなんだろう。だから今回でもないんですよね。そうですね。まともに真っ向からの互換品はまあでもニーズとしてありますよね。そのまあ、売って儲けるニーズもあるし、うん、もう一個はあなんか国から補助金がもらえるとか、うん、国産化一個やるごとにいくらみたいな、うんうん、この辺がだからそのどういうようなインセンティブというかモチベーションでこういうものを作って、ね、こうまあ、僕らみたいな研究者がこう一個作ってこうできたで喜ぶぐらいならまあ誰でもできるんだけど、ちゃんとこうやって売って流通してるっていうことだからね。量出してるんですかね。まあ うん、まあこれもそうですよね。この PL2 あのネオピクセルもそうですけど、こんだけ交換品があるっていうことなんで。数円ですもんね。数円のものも買ってみようなで作るみたいな感じがしますよね。はい、これもすごく不思議といえば不思議ですね。です。まあ、辞めちゃった人が同じような商売を起業するパターンはあると思う。なんかディスコンになって、うん、あの量産で使ってるから互換作ってくれって言ってカスタム作ったのを流しとかっていうパターンはありそうな気がしますよね。ああ。結構テレビとかやった時は探しましたからね、はい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 、使えるの。ああ実際確かにあのディスコンの IC をあの生産終了になった IC の互換品を作るだけの会社ってありますからね。あとその、まあ、さっき言った話と全く同じ話なんですけど、シェンジェンだととにかく辞めた人がそっくりなビジネスを始めるんですよね。うん、あのなんかメイクブロック辞めた人は大体メイクブロックそっくりのロボットを作ってことが多くDJ 辞めた人は大体ドローンの会社を立ち上げててみたいなことで言うと、チップ屋を辞めた人がとりあえず独立一発目はこれでいこうかみたいな、まあ、互換品から入るみたいな、から入る、しかも元の会社のまあ実際確かにあれなんですよね、あのこのこれもそう、これもそうですし、このこれもそうなんですけど、結構、まあ、作りやすいって作りやすいんですよね、うん、結構オーソドックスなあのデジタルの回路なので、そんなに高度なテクニックなくてもまあとりあえず作ることができると思います。しかもこの洞察周波数は高くないので、今の最先端のスマホの CPU みたいなスキルはいらないんですよね。しかも、あの作るより売る方が1000倍辛いので、それで考えると、互換品とりあえず売れるの。あなるほどね。うん。そう。まあ、というか、大体辞める人がお客さんまで引っ張って辞めるんですけど。あでも、まあ、そっちに。昔のその、あの、本当の昔のセカンドソースってなんかそういうような文化ですよね。あれだから、うん、あれ互換品なんだけど、別にその正規ライセンス品ではないんだけど、まあお互い、まあもともとあれはあの頃、ぶどまりが結構低かったんで、不良品が出やすかったんで、まあその安定供給って意味でこのセカンドソースっていうんですよね。あの、供給元の2つ、予備の供給元っていう意味で。言うんですけど、だその頃はそういうのがあったっていうのはよくわかるし、まあ、それはその頃は高度な IC が全然高度じゃないので、まあ、結構互換品作りやすかったっていうのもあるわけなんですけど、まあ、それがこれぐらいのレベルのこれぐらいのものでも、まあ、あの頑張れば互換品作れるぐらいいろいろ設計技術が進歩してたのかなっていうようなことは考えられますね。最近の中国互換品は、あ今ちょっと全然関係ない経済の方の資料で調べてたんですけど、最近でもないか、あの無尺とかあの辺だとあれなんですよね、あのオートバイの CB125 っていう中国のオートバイ、ほとんど全部それらしいんですよ。で別にホンダがそんなにすごい売ってるわけじゃなくて、 CB125 のマフラーに入りますっていう大量のマフラーを作ってる会社がいろんな会社があって、で CB125 のエンジンですっていうのを作ってる会社がすごいいっぱいあって、その CB125 のマフラーとフレームとギアボックスが乗りますっていうシャーシを作ってる会社もいっぱいあってPCIT 交換機がやってるらしいんですよ。別に誰も売り出してないんだけどなんかその点なんかあれですよね、なんかこれに近い、多分これに近い話ですよね。これに近い話です、これに近い話です、うん、
ピンゴガンだから差し替えができますっていう、はい、あの僕らの世界に近い話だと、最近まあまあ質が高くなってきた中国のサーボモーターはあれですからね、世界的に有名なサーボモーターと全く同じサイズとモーターの軸の位置で作ってあるから入れ替えると動きますみたいな、あのそこまではセーフなんですが、同じシリアル信号で動くのは良くないような気もするんですがみたいな、そのコマンドまで、そこに行くとあれですよね、昔の黎明期の頃のインテル、AMD の CPU みたいな話ですよね。そうですね、そのシリアル信号まで一緒にしちゃうと、多分何かの特許とかに引っかかると思うんですよね、命令セットと同じでね、そうそうそう CPU の。信号感まではいいんだけど。そう、サイズぴったりにして、パワーから何からぴったりにするところは、多分商標以外では騙せないはずで。だから、実は入れ替えると動くんですが、双葉とは何の関係もありませんというふうに言ってる分には多分怒んられないはずで、ですよね、別に それ自体には、ね、あの自在性はないはずだから、そうですね、コカ・コーラ&ペプシコーラみたいな感じで、あの、飲めば大丈夫、飲めばよく似てるんですがみたいなのはセーフなはずなんですけど、でもペプシコーラにコカ・コーラってラベル貼って作って売ると問題なので、でそこはなんか中国いろんなレイヤーでレベルが上がってきてるから、そう、まさかサーボまで来るとは思わなかった。来てます。しかもそんなにちゃんとサーボの分解してないけど、そのおそらくそのギアとかああいうものの品質あんまり高くないはずなので、その分あの中に入ってる STM のマイコンが頑張るとか、そういう風になってる可能性はありそうな気がします。いや、同じ性能の実現方法が違う。それはありそうな気がします。そんな感じで、お時間もある程度過ぎたようですし、質問コーナーの質問は答え切ったし、チャットも温かいチャットばかりで、特にシュートな質問が来ていないので、あの次回またこのようなイベントができるとありがたいと思いますし、今回、トモンさん、参加いただきありがとうございました。ありがとうございました。また、ちょっとまだ次の予定はないんですが、来た。サーボのギアなどがライブで回答、サーボのギアなどがどこで作られているか分かりますか？深圳じゃないんですよ。広州に近い方じゃないかなと思うんですけど。深圳は、なんか分かんないけど、中国って、なぜか同じ産業が同じ箇所にガツって固まるんですよね。で、PCBA とかの工場は深圳にすごい多いんだけど、CNC とかになると、なんか、チョンシャンっていう、深圳から車で1時間半ぐらい行ったところにすごいたくさんあったり。でなんかアルミ押し出しとかになると、フイジョーっていう深圳からに東の方に行ったところにたくさんあったり、で多分アルミ押し出しとかで作ってるんではないかなと思われるので、そこにやってる気がします。ただそんなに品質がそこのやつが高いわけではないと思っていて、まあ分かんない、そこの品質が高くなった可能性もあるし、別の方法で同じような性能を実現してる可能性もあると思います。そんな感じですかね。それも多分ね、タオバオで検索するとギアも売ってるので、そこでやけにたくさんこの辺で作ってるなっていうのが分かると分かります。なお別に、なんかそれこそなんだろう、最近見つけたサーボ屋会社さん、どれも近いんですよね。別にサーボ会社近いところに作る必要性は全くないと思うんですけど、なんか近いんですよ、位置的に見ると。でシードとエルクローとサイピードとか、ああいう会社もまあまあ近いんですよ。なのでなんとなくこの辺だと PCBA 開発ボードの会社、この辺だとロボット屋さん作ってるとか、あとまあ普通になんかやめて隣で起業するみたいな例も多そうな気もします。そう、最近レーザーカッターがそうですよね、はい、ある地域にぐしゃーっと密集して、同じような板金屋さんが一生懸命ね、作ってる街が、そういうところで買ったことがあったんで。激しく同意です。激しく同意です。はい、です。なんかだから、固まった方が確かにいいことの方が多いので、最初のきっかけは多分そんなに大したきっかけじゃないんだけど、一回集まり出すとどんどん集積するっていうことだと思います。多分一番の原因は、その借りる側の権限が中国あんまりないのと、引っ越しがすごい楽なので、あっという間に集積するんですよね。一回なんかその3件ぐらい一緒になると、もうそれは5件になり8件になりみたいな、べき上で増えていくみたいな部分がそれを呼んでいる気がします。なんかみんなこう
周り見てて、あそこでなんかうまいことやって儲かってるぞって言うと、俺もってこう、わさわさっとこう、ね、うん、そう。こう集まって、走って、競って、淘汰されてみたいな、ね。全くそんな感じです。コンビニのドミナント戦略みたいな感じです。しかもその中で、なんかちょっと上の会社から引き抜こうみたいなことも発生して、余計会社が増える。で、潮が引くようにいけて、潮が引くようにいなくなっていく。RDA の互換機とかも、一時期タワーでもう価格競争がめちゃくちゃやってたけど、ちょっとなんか最近見てると落ち着いたような、淘汰されてきたのかな、みたいな感じですね。そもそも、アルディーノが今、なんていうか、大体 ESP32 に置き換わってる気がするんですよね。もちろんアルディーノのエコシステムすごいでかいから、学校とかでは相変わらず使ってるんだけど、絶対ネットにつないないぞって固く誓う人ってもうあんまいないと思うんですよ。そうすると、とりあえず何でも ESP でやっとこうみたいな風になっている気がしますよね。だから、人気があると死ぬほど互換品ができて、人気がなくなると潮を引くように消えていくみたいな気がします。でも互換品作るクオリティも上がってますよね。なんだろう、それこそカメラの互換電池とか、うんうん、よく作るなと思う。でまた今後も分解の進めは続けるつもりですのでよろしくお願いします。参加皆さん多分ズーム切った瞬間に画面にアンケート出ると思うので、次回以降のイベントのために、お時間ある方、他にどんなイベント行ってるのかなとか、誰かマイク聞きづらい人とかいなかったとか、そういう回答をしていただけるとありがたいです。また今後ともよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。